ハルジオンが咲く頃は、日本の女性アイドルグループ乃木坂46の楽曲。秋元康が作詞、アキラサンセットとアバジーが共同で作曲した。2016年3月23日に、乃木坂46の14作目のシングルとして、N46DIV からリリースされた。楽曲のセンターポジションは、深川麻衣が務めた。白い花をつける、帰化植物のハルジオン DVD 付属のタイプ AB、CD、CD のみの通常版の5形態で発売。前作、今、話したい誰かがいるから約5ヶ月ぶりのシングルとなった。表題曲、ハルジオンが咲く頃は、乃木坂46を卒業する、深川麻衣をイメージした曲である。橋本七海によれば、本作の選抜発表後、いつもはスタッフから、このメンバーで戦っていきますと言われるところ、今回はみんなで思い出を作りましょうと言われた。楽曲は前作、今、話したい誰かがいるに引き続きアキラサンセットアバジーのペアが作編曲を担当しており、総勢20名のストリングスと EDM のマッシュアップになっている。振り付けの最後で堀未央奈にバトンタッチするのは、これからの未来を次の世代に託すという意味の演出である。ヒット祈願キャンペーンとして、乃木坂工事中で、生田絵梨花がグアムで4200メートルの高さからスカイダイビングを行った。CD ジャケットは、乃木坂46の等身大の姿を撮影して、もらうをコンセプトに、ハルジオンの花言葉、追想の愛や雑多な環境にも芽を出すから、乃木坂46のメンバーにとって縁や思い入れ深い3カ所で3日間にわたって撮影された。撮影はフィルム撮影を多く用い、深川麻衣は地元の静岡県、選抜メンバーは東京、渋谷及び真夏の全国ツアー2014と真夏の全国ツアー2015のファイナルの会場で乃木坂46のライブの聖地といえる明治神宮野球場で実施された。撮影は長年高校生を撮り続けている写真家の小野圭が担当した。また、週刊プレイボーイの2016年4月4日号では、付録として深川麻衣を写した今作の着せ替えアザージャケットが手に入った。本作は2016年4月4日付のオリコン週間 CD シングルランキングで初登場1位を獲得した。オリコン週間 CD シングルランキングにおける、乃木坂46のシングル1位獲得は、おいで、シャンプーから13作連続、通算13作目となった。初動売上は749,706 枚を記録し、前作、今、話したい誰かがいるの、累積売上を、初動売上の時点ですでに上回り、自己最高記録を更新した。その後、2016年3月度のオリコン月間 CD シングルランキングで推定売上枚数 771,944 枚を記録し月間2位を獲得した。今作は前作、今、話したい誰かがいる選抜メンバーに堀の1名を加え、ナインス、夏のフリー&イージー以来4作ぶりの17人選抜である。副陣は前回に引き続き、1列目と2列目を合わせた10人が10副陣となる。前作からの入れ替えメンバーはおらず、堀はイレブンス、命は美しい以来の3作ぶりの選抜復帰。また、今作の活動をもって、深川麻衣がグループを卒業した。ありがとうございます。